武井と下沢のダブルボランチ、右に久保陸と左に田中直樹、そして2トップ昨シーズンチーム得点王の古川と新キャプテンのきついのスタートです。ダブルボランチ長野も新加入コンビです。富山から加入薄井と北九州から加入の西村、右に小西に左に福島から新加入の田中康介、ツーシャドウ新キャプテン三田とスピードある近藤、そしてワントップ岐阜から新加入185センチ浮田です。さあシーズン最初のセットプレー、左なら立野のクロスに中央ヘリング、まだ FC 大阪ボール握ります。三間のシュート、後ろから打っていきました。今シーズン最初のシュートは FC 大阪の右サイドバック三間和也が打っていきました。タッチのロングスロー、伸びていくボール、ゴール前ヘリングでスラして小西がかき出します。シュート打っていく、久保のシュート、これはゴール前惜しいシーンでした。なんとか防いだキムミノ、黄色いスパイクを履いているのが久保陸斗、枠内を捉えていました。今のが FC 大阪2本目のシュート。さあ小西のコーナー近くからのスローインです。ここを浮田体を張ってシュートまでいけるか。さあフリーだ、サンダのシュートは枠の外です。決定機でした。今のが長野としては1本目のシュート。浮田が体を張ってつないで早めのクロス、さあ奪った、タチのシュートを狙った、キーパー弾きました。積極的なシュートでした。今日タチのは2本目のシュートです。チームとしては3本目。今のシーンです。もう一度サンダー、中央空いています。浮人に通った、2人かわしてシュート、これはゴールの右です。今2人がかりをものともせずに体の強さを見せました。今のシーンです。ここは FC 大阪抜けてくる、右サイドは久保陸と走り込んでいる古川、そしてきつい田中直樹も待っているが、シュート弾いた、キムミのセーブ、いい形で攻め入った FC 大阪の攻撃、最後右手一本かき出しました。今のシーンです。いや、FC 大阪もいい形で攻め込んでいきました。このシュート、ここもつないできた、ここはおっとゴール前、後ろから薄いのシュート、ゴール前に島田と秋山、ファーに竹颯、13番が竹颯です。さあ巻いてくるボール、キーパー直接シュート、決まった、斉藤龍生、開幕戦でゴールを決めてみせました。 FC 大阪先制。67分、得意のセットプレーから今シーズン初得点を叩き出しました。ゴールシーンです。オフには J リーグ経験豊富な選手を集めました。ここはキーパー直接、おっと右足触れて決まった、竹颯加入後初ゴール、一瞬の隙を見逃しませんでした。ディフェンダーとゴールキーパーの間の一瞬の隙、ホーム開幕戦でその成長をサポーターに見せています。さあただゴール前つなげていく長野、40番の薄い縦パス、ワンタッチつなぐ、さあフィニッシュいけるか、グラウンダー通してシュート、決まった、
クツナ決めました。まずは1点返した長野。こちらも愛媛から新加入のクツナ恭司、長野のチーム、そしてサポーターを勇気づける一発です。ゴールシーンです。ゴール前細かいパスをつないで、最後はフィニッシュ、決め切りました忽那。さあ今目安の95分、ここで試合終了のホイッスル。ホーム FC 大阪、嬉しい嬉しい開幕戦白星発進です。